どうも、ドライトです。今回はスクリプト API を使ったフォームのボタンを押すとコマンドを実行する方法について紹介いたします。前回のスクリプト API の動画を元に作成していきますので、第1回 API 基礎知識講座の動画も必ず見てください。前回はダイヤモンドを右クリックするとフォームが表示され、ボタンを押すことでメッセージが表示されました。今回はボタンの数も増やし、マイクラで使うコマンドを実行する方法です。こちらもおてんばゆかさんに教えていただきました。本当にありがとうございます。まず前回の main.js ファイルをそのまま利用します。前回はこのような内容でしたが、今回はこんな感じになります。数字の横に青丸マークがありますが、変更や追加した箇所となります。他の箇所は何も変更しません。まず10行目はタイトル名を第1回から第2回に変えただけで、11行目は文章を変えただけです。12、13行目もボタンの名前を変えただけですが、14行目は新たにボタンを追加しました。以前は2つしかありませんでしたが、今回は3つにしました。このようにボタンを増やすこともできます。そしてここが今回重要な箇所です。ボタンを押した時にコマンドを実行するようにします。まず、セレクションイコールイコールイコール0の時、ボタンのギブを押した時にギブコマンドを実行するようにします。それが20行目で、前回はメッセージ送信の部分でしたが、今回はコマンドの実行となります。そして内容は、player.run コマンド give@s_emerald。player.run コマンドでマイクラのコマンドを実行するようになり、カッコ開くダブルクォーテーションの後にマイクラのコマンドを入れ、最後にダブルクォーテーションカッコ閉じるセミコロンで OK です。これがスクリプト API を使ったコマンドの実行です。セレクターは @s でフォームを開いてボタンを押した人が対象となります。ここを @a にすればプレイヤー全員にもなり、セレクター引数も使えます。実際にギブのボタンを押すと、このようにエメラルドが手に入ります。23行目は tp コマンドにしてみました。player.run コマンド tp@s163-40-52-90-0 tp のボタンを押すことで指定した座標へとテレポートします。最後に前回なかった3つ目のボタンが追加したので、新たに if selection イコールイコールイコール2を追加しました。そしてセットブロックボタンなので、player.run コマンドセットブロックチルダチルダ2チルダダイヤモンドブロック、セットブロックボタンを押すと、押した人の上にダイヤモンドブロックを設置するコマンドとなります。実行者がボタンを押した人になるので、相対座標は実行者からとなります。以上がフォームのボタンを押した時にコマンドを実行する方法です。今回はコマンド単体で紹介いたしましたが、 if の中に2つ以上のコマンドを入れて複数のコマンドを実行したり、ファンクションコマンドで実行することもできます。皆さんもぜひやってみてください。以上、統合版マインクラフトスクリプト API 講座、フォームのボタンを押した時にコマンドを実行する方法について紹介いたしました。よかったら参考にしてください。どうしてもコマンドで実行したい場合にこの方法が使えるかと思いますので、よかったら使ってみてください。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。